皆さん、こんにちは。レック専任講師の滝と申します。今日、10月2日は、第56回、会保険労務試験の合格発表日でした。今日はですね、えー、厚生労働省、あるいは試験センターから公表された、えー、まあ、合格発表に関するね、えー、基本的なデータを中心にですね、えー、まあ、その所感といいますか、感想も交えてですね、お話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。 はい。えー、まずですね、えー、基本的なね、えー、データを確認していきましょう。まあ、それほどね、衝撃的な数字はどこにも載ってないですね。受験申し込み者数、53,707人。受験者数、43,174人ということで、いずれもね、前年に比べると、もう落ち着いてきたと言いますかね。えー、ほぼ同じぐらいですね。えー、微増ね、えー、若干増えてますけどね。えー、大幅に増えたわけじゃないと。 ということでね。えー、まあ、一時期コロナで落ち込んだのはね、えー、もうその分は十分に回復したと。そんな感じなんでしょうね。で、受験率もね、昔に比べればね、これも高くなってきましたね、えー、80.4%ですけれども、まあ前年に比べるとね、これもほぼ前年並みということですね。で、まあ合格者数ですけどね、えー、幸いなことに、前年に比べますと254人ですね、増えまして、 3000人弱ですね。2974までね、えー、行きました、えー。ということでね、えー、当然まあ合格率はアップしていると、えー、いうことになりますんでね。6.9%。まあ近年にしては割りにね、合格率としては高い数字になりましたね。前年差ね、えー、プラス0.5ポイントと、えー、いうことですけどね、えー。まあ珍しくね、2年連続ね、前々年は結構低かったんですけどね。前々年から前年。 今年と、珍しくですね、2年連続ね、合格率が伸びた。だいたいね、上がったり下がったりをね、繰り返すことが多かったんですけどね。えー、まあ、この直近のところではね、2年連続合格率アップになったということでね、えー、まあ、受験生にとってはね、えー、まあ、嬉しいデータだと思いますけどね。はい。えー、それではですね、えー、次に、今度は合格ラインですよね。えー、まあ、その 1>, 1とその2ということでね。えー、まあその1の方がですね、選択式でありますね。選択式、総得点、25点以上。で、これ前年に比べるとね、えー、1点、ね、点だけど、下がってますよね。はい。で、これなんですけれども、あれなんですね。全体の平均がね、0.4点しか下がってないのに、これなんで、ね、1点下がったのかと。 言うんですけどね。これちょっと細かい話になるんですけれども、実はですね、例年まあ合格発表の際にね、これは試験センターではなくて、厚生労働省の方がね、えー、まあホームページで公表しているね、えー、ものがありまして、こういうのがあるんですよ。社会保険労務試験の合格基準の考え方についてと言うんでね、えー、まあ参考資料ということで、これがね、えー、例年まあ公表されているんですね。 でこの中の今までね、実例はね、あ,のあったのかもわかんないですけどね、えー、近年ではなかったというところなんですけれども、これなんですねで。まず原則的にはですよ、ここに書いてある通り、前年度の平均点との差を小数第1にまで算出して、それを下合入し、換算した点数に応じて上げ下げするというんでね、この考え方に、 どうならば、だってこれマイナス1.4点ならばね、1点下げと。えー、これからもわかるように、今回マイナス0.4点だからね、上げ下げなしになるはずなんですよ。でも、これなんですね。この基本的な考え方により、合格基準点を上げ下げさた結果、死者誤入によって切り捨てまたは繰り入れられた小数点第1以下の発数については、平成13年以降累計し、 プラスマイナス1点以上となった場合は合格基準点に反映させる。で、まあこれがですね、えー、おそらくまあ発動されてですね、0.4点しか下がってなかったんだけど、累計で1点以上ということになったんで、1点ね、えー、下げたというふうにね、えー、まあ考えられるところでありますね、えー。まあ珍しい現象がね、起きたということですよ。で、例年ね、一番 ね、多くの受験生の方が、ねえー、気にするところでありますね。選択式の科目ごとの基準点。えー、まあ原則3点以上なんだけどね、えー。これがまあ補正があるのかないのかということでですね。まあ今年はですね、もう、ね、事前の予想であるとすればですね、老、え、一、ー、が3点が2千に補正される。これはまあ可能性としてはね、えー、あるかなると。まあかなり微妙なんだけれども、可能性としてなくはないというのがね、えー 大方のおイメージだったと思うんですけれども、結果的にはですね、えー、労働一般常識ですね、えー。まあ、我々が想定していた以上に難しかったというか点数が低いということでね、えー、これはですね、2点以下の割合ね、50%を優に超える68.3%。1点以下の割合もね、えー、これはまあ3割を超えているというのがポイントなんですけれども、34.3ということでね、えー、今年はまあ、 ね。労働一般は、まあ非常に出来が悪かったということで、えー、まあ、基本的なね、基準点の考え方に適用した結果ですね、一点の引き下げになったということになります。はい。じゃあ、これに対してですね、えー、卓越式はね、えー、どうだったかというところですね。はい。えー、卓越式ですね、えー、総得点44点以上。 なんですけれども、前年との差がね、まあ、マイナス1点だということでですね、これまあ、全体平均が1.2点ですからね、まあ、そのまま、あのね、適用ということですね。で、あの、一つですね、あの、労災保険のですね、卓一時に関しましてはね、えー、労災保険の問いの6番ですよね。 あ姉がですね、えー、まあ,あ、いわゆるダブル回答とでも言いますかですね、えー、まあ、C のとでですね、両方が、まあ、答えだと、いうことでね、えー、まあ、そういうのがあったんですけれども、まあ、それをね、えー、そういった影響があったということを踏まえてもですね、44点、ね、というのは、そんなに低い数字はね、今年がまあ、難しかった、難しかったとね、皆さん言っておられたと。 で、予備校のいろんなデータから見てもね、えー、そこそこまあ下がってるんじゃないかという点からいくとね、まあ意外にね、えー、全体平均マイナスの1.2点にとどまったというのはですね、意外にまあ点があ取れてたというんでね、あれなんですけれども、おそらくこれはやはりですね、予備校に通っているようなね、予備校を活用しているような層のレベルとですね、全受験者のね、 平均的なレベルを比較すると、まあかなり乖離がありましてね。全受験者の平均的なレベルで見れば、もともとベースが低いんでね。それほどですね、卓越が難しくなったっていうね、えー、影響が、えー、大きくなかったというんでね。えー、まあ全体的には、ね、意外にね、もう少し43とかね、まあ場合によっては42って言ってね、そういう予想もあったんですけどね。 えまあ、それに比べると、ちょっと、ね、えー、点が、多かった。ね、高かった。そういうね、えー、イメージがあるんじゃないかと思うんですね。はい。で、えー、科目ごとの基準点ですけどね。えー、これはなかなかね、やっぱり、補正が発動されるというのは難しいですよね。えー、まあ、今回もね、えー、補正はないです。全科目4点以上。で、ただまあ、中でね、いろいろ見ていくと、細かく見ていくと、 比較的ね、やはり出来が悪かった科目っていうのはあるんですね。で、これがですね、雇用保険とお、まあ、健康保険。で、予備校を利用してですね、人のレベルでいくと、圧倒的にこれ健康保険、健康保険になるんですけれども、受験者全体でいくとですね、あの、平均点で見ると、ね、まあ、健康保険がね、どうも一番低かったようなんですけれども、えー、まあ、 3点以下割合、あるいは2点以下割合というので見ますとですね、今ちょっとね、またこちらに移しますけどね。雇用保険がね、結構悪いんですよね。これ3点以下が43.9%。2点以下も結構多いですね。25.5。まあもちろんね、ここはまあ、 50%、ここが30%というね、そこをね、以下なんでね、補正には問題にはならないんですけれども、まあ結構ね、健康保険とともどもね、この雇用保険も意外にね、出来があるかったというのがね、実情であります。おそらくこれも、いわゆる初学者の方はね、やっぱり雇用保険まだまだ苦手とされている方がね、多いのではないかと。 いうことのですね、えー、現れではないか、と思われます。よろしいでしょうかね。はい。で、あとですね、えー、まあ一体ね、公開されている資料としては、まあ受験、ね、合格者の属性ですよね。会社員がだいたい6割ぐらいとかね、えー、そういうのもありますけれども、まあその辺もね、特に今年、格段ね、 数値的に見てね、ね、えー、大きく変動しているとかね、えー、そういうのはありませんのでね、えー、まあ皆さんですね、えー、いろんな厚労省、あるいは試験点数なんからね、公表されているデータですね、えー、こういったものには改めてですね、えー、目を通していただければと思います。そしてまあ、これを聞いているね、動画を、ね、視聴している方でですね、もう合格したい人はね、本当におめでとうございます。 まあ中にはね、ろう一二点でね、選択でね、心配して出した終わるかわかりませんけどね、もうね、これは OK でありましたんでね、もう受かってしまえばね、あまりね、補正されたからとか、それは関係ありませんのでね、自信を持ってですね、合格した方はね、今後の新たな歩みにね、踏み出していただきたいと思います。でもまあ実際上はね、 え、まあ,あ、合格できなかったという人の方がね、圧倒的に、えー、多いと思います。で、まあ、これに関してはですね、昨年もまあ申しましたけどね、あの、いつも思ってるんですけれども、あの、社道試験、試験、ね、社会人が主体の試験で、どうしても、ね、あの、いわゆる隙間時間の活用とかね、えー、そういったところに焦点がいっちゃうんですけれども、そういうだけではなかなか難しいと。えー、特にやっぱりですね、えー、まあ、今回も感じたんですけれども、あの、 卓一式ですよね。あの卓一式で、ね、やっぱり44点取らなきゃいけないとなると、まあ、言ってみればですね、頭のスタミナとでも言いますかですね、ある程度持久力、ね、長時間の思考に耐えうるね、頭脳の力とでも言いますかね、これをまあ、養うということでね、隙間時間の活用だけでなくて、ある程度はね、 まとまって勉強時間をとって、まとまって勉強すると。ね。勉強に一定の時間、集中する、勉強づけにすると。そういうことですよね、えー。そういったようなこともね、えー、まあ、卓一式の自力をつけるという点ではね、えー、必要ではないかと思います。で、次にね、えー、まあ,あ、例年これも言っているところなんですけれども、もう選択式はですね、やはり選択式の 対策というものがあるんですよね。選択式に関しては、とにかく地道に条文だとか、まあ最近だとね、えー、判例もそうですけどね、えー、そういったものを、まあ、えー、読んで、法律的な言い回しだよね。えー、そういったものに習熟していただくということがね、えー、必要だと思いますんでね、えー。まあ、その辺のところにですね、えー、重点を置いてですね、えー、来年に向けてね、 頑張って、いただきたいと思います。はい。で、まあ、今回ですね、結構、あの、一式でね、まあ、難しい問題が出て、なかなか、まあ、回答のね、確定にも、まあ、骨が折れたと。ね。で、まあ、今回、ね、いわゆる2、問、ね、先ほどもお話したと思うんですけれども、え、労災保険はね、2問答えが出るというようなこともね、ありましたと。いうことでね、なかなかやっぱり、 問題を作成する側もね結構大変だとは思うんですけれどもまあ今後はですねそういったことがね、えー、ないようにね、えー、していただきたいとは、えー、思っておりますまた我々もですね、えー、まあ、えー、いろんなですね検算、えー、を怠らずにですね今後もね皆さんをサポートしていきたいと考えておりますそれではこれをもちましてですね 第56回社会保険労務試験の合格発表を受けたですね、えー、まあ、所管ですね、のお話は終了とさせていただきます。皆様、お疲れ様でした。